風邪とは、原因の80から90%が、ウイルスの上気道感染症であり、主な影響は鼻に現れる。喉、副鼻腔、口頭も影響を受ける、可能性がある。症状は大抵感染後2日以内に発生する。症状としては、咳、咽頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻閉、頭痛、発熱、左生などが現れる。患者の多くは回復まで、 大抵7から10日間を要し、一部の症状は3週間まで継続しうる。他に健康に問題がある患者は肺炎に進行する可能性がある。多くの場合、単に風邪といえば、急性蒸気動炎を指し、西洋医学では風邪症候群と呼んでいる。俗症として、消化器のウイルス感染によって、嘔吐、下痢、腹痛など腹部症状と、 蒸気全身症をきたした状態を、感房性胃腸炎、お腹の風邪と呼ぶこともある。成人は平均して、年間2から3回の風邪にかかり、児童ではそれ以上である。風邪に対してワクチンはない。最も一般的な予防法は、手洗いの実施、洗っていない手で、目、美、口を触らない、病人と同じ空間にいないことである。いくつかの根拠は、マスクの使用を指示している。 風邪の原因となるウイルスには数百種類以上もの血清型が存在し、毎年のように新たな型のウイルスが出現するため、風邪に対するワクチンや特効薬の開発は絶望的な状況である。風邪の直接的な治療法は存在せず、罹患期間を短縮させる方法もないが、不快な症状は対症療法で緩和可能であり、 イブプルフェンなどのヒステロイド性抗炎症薬は治療の助けとなる。病原がウイルスで最近の二次感染がない場合は、抗生物質を使用せず、総合感防薬の使用も指示されない。症状は、外装、陰頭痛、微重、鼻づまりなど極部症状、及び発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛など。微重は通常、風邪の初期はサラサラとした水溶で、 徐々に念とした脳性に変化する。原因の7から8割がウイルスである。アメリカ疾病予防管理センターは、以下のケースでは、医療機関に受診すべきと勧告している。風邪の多様な症状は、様々な病院によって発生し、稀に臨病が、喉粘膜に発生することでも、風邪によく似た症状が出る。この他にも、風邪と紛らわしい初期症状を示す病気は数多くあり。 これらを風邪として扱ってしまいがちなことが、風邪は万病のもとと言われるゆえんとなっている。風疹、マ疹、流行性自家専炎などは、症状が非常に特徴的であり、疾患名が特定しやすいので、風邪には含めない。他にも、あらゆるウイルス、マイコプラズマ、クラミジア、細菌が風邪の原因となり、その数は200種類以上と言われる。風邪となる病原は、 非常に多く、またライノウイルスを例に挙げると、数百種類の方が存在するためワクチンを作ることは、事実上不可能であり、どのウイルス、または、細菌が原因なのか診断するのも困難である。逆に言えば、病原となるウイルス、または、細菌が特定できた場合は、それらは、それぞれの疾患名で呼ぶべきであり、風邪という症状名で呼ぶのは適切ではないということになる。 例えば、インフルエンザウイルスによる風邪に関しては、特に症状が重いことと、検査方法が確立していることから、原因が特定され、その場合は、インフルエンザという疾患名で呼ばれることとなる。それについては事項を参照。細菌性の感染か、ウイルス性の感染かは、血液検査を行い、CRP 値と白血玉数を参考にする。 風邪の原因となるウイルス、細菌の種類は極めて多く、原因が特定されない場合が多いが、原因が特定できた場合においては、その原因によって疾患名が確定する。また、風邪は万病の元とと言われるが、あらゆる疾患の初期症状は、風邪として片付けられることも多く見られる。そして疾患が進むと、風邪症状の範疇には収まらない。 その疾患の特有の症状が発現することになる。このため、数日で警戒しない場合は、あらゆる疾患が間別に上がる。以下にあるのは、その一部分である。ハーバード大学医学部からの2021年1月の報告によると、ビタミン A、ビタミン D、およびビタミン E は、風邪、喘息、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患の、 軽減と予防に関連している。2014年のシステマティックレビューでは、手洗い、手指の消毒用、アルコール、マスク、また亜鉛のサプリメントにて有益である可能性があったが、研究報告にバイアスがある可能性もあった。プロバイオティクスも有益である可能性があり、6つのランダム化比較試験の結果には矛盾があったが、プール解析は風の減少を示していた。 マスクの着用、水やポビドン用土によるうがい、朝鮮人参、週5日の運動、ニンニク、ホメオパシー、ビタミン C、ビタミン D、エキナセアでは予防の利益は判明しなかった。2013年の国乱レビューでは、1日に 100mg 以上のビタミン C は、風邪の発症率に変化はないが、重症度を下げ、罹患期間が成人で8%、 小児では14%短縮し、マラソン選手など極度に肉体疲労する人々では予防効果はあった。2014年の国乱レビューは3ヶ月毎日のニンニクは風邪の発症率を低下させており、罹患期間に差はなかった。ビタミン C の摂取量が低い人々に対する線、ミリグラムのビタミン C は疑薬に比較して、 風邪の発症率を減らし風邪の期間を59%減少させていた。ウイルスの微投与153人で2週間の睡眠効率の悪さは発症率を上昇させていた。同じく微投与164人で睡眠状態を計測するアクチグラフによって計測し7日間の睡眠時間の短さは風邪の発症率を増加させていた。その理解のための調査では 52人を睡眠不足にさせると、免疫応答の低下を示す、測定値が減少し、7日後に正常化し事に戻った。社会と交流を持ったり、社交的支援があったり社会性が高い方が、風邪の発症リスクが低下するという研究が過去に行われてきた。客観的な社会指数と主観的な孤独感を計測した微東予213人では、 主観的な孤独感の方が風邪を予測していた。795人に風邪ウイルスを微投与した研究において24歳までの親では差がなかったが、それ以上の年齢で子を持つ親の方が風邪への抵抗性が高く、子供の数が1から2人より3人以上で高く、また同居しているほど高かった。三十九名に同様にウイルスを微投与し、不安、敵対的、 抑うつ的な感情様式の人々よりも活気があり、穏やかといった健康的な感情様式の場合に、ライノウイルスやインフルエンザウイルスに感染しにくかった。一般に7日から10日で治癒する。回遊させる薬はない。2009年の350人でのランダム化比較試験では、医師が共感的に対応した方が重症度が低く風邪の期間が0.9日、短く、 2011年の719人での追試も似たような結果となった。東洋医学でも西洋医学でも安静にして睡眠をしっかりとることは風邪の治療に一番良い。東洋医学と西洋医学とでは健康や病気に関する考え方が異なる部分が多く、風邪の場合の予防法、治療法にも差異が見られる。特に顕著なのは東洋医学では 体を温めるのに対して、西洋医学では体を冷ますとまさに正反対である。東洋医学において、風邪に最もしばしば用いられる漢方処方の流れを以下に示す。急性期、亜急性期には西洋医薬との併用が有効である。小児の場合東洋医学において、小児が風邪を引きにくくなるというのは、体の免疫機能が高められていることを意味する。 風邪をひきにくくするということは虚弱体質の改善と関係があると考え、次のような漢方処方が代表的なものだとも言われている。高齢者の場合西洋医学系の医師は、個々が訴えるづらい症状を緩和する薬を採用し、総合漢方薬、下熱薬、鎮痛薬、鎮外巨炭薬を複数処方することが多い。アメリカ家庭医学会ガイドラインは、 成人の風に対し、以下の治療は効果を示さない。成人の風に対して、効果を示さない治療しかし、2020年11月、ハーバード大学付属のベスイスラエルディーコネスメディカルセンターの老年医学の副主任であるスザンヌ・サラモン博士によると、ビタミン C、アエンロゼンジ、チキンスープが役立つかもしれないと示唆した。 風邪の症状の発症を感じたら、毎日のビタミン C 摂取量を 1000mg から 2000mg の範囲に増やすことで、風邪の症状を大幅に軽減する可能性がある。抗生物質の投与禁止米国 CDC の Get Smart キャンペーンポスター。抗生物質は、風邪などのウイルス感染症には効かないことを警告している。抗生物質は、抗細菌作用しか持たないため、 風邪の8から9割を占めるウイルス感染には全く効果がない。また、安易な抗生物質の投与は薬剤耐性の出現を助長し、近い将来にはすべての抗生物質が効かなくなる。患者も抗生物質の投薬要求をやめるべきである。アメリカ家庭医学会のガイドラインでは、人の風邪に対して抗生物質を使用すべきではない。原因微生物として、 可能連鎖休菌や、マイコプラズマや溶連菌感染症が疑われる場合、細菌の二次感染が疑われる場合を除いて、抗生物質の投与は止める。厚生労働省は、抗微生物薬適正使用の手引きを作成しているが、その第一版では、日本呼吸器学会、日本小児呼吸器学会、日本小児感染症学会のガイドラインが推奨していないため、 抗生物質は投与しない。国蘭共同計画によるメタアナリシスでは、抗生物質の使用によって鼻炎が増えていることが判明した。抗生物質の処方を控える、もしくは遅らせるべき、患者抗ウイルス薬抗ウイルス薬の処方は、風邪の原因ウイルスが多種に及ぶため現実的な効果はないが、いくつかの予備試験ではベネフィットが示されている。 下熱剤発熱は一種の生態防御反応であり、微生物の侵入による外因性、内因性発熱物質の酸性により、深部体温が上昇すると免疫機能が更新し、病原体に対する抵抗力が高くなることが示されている。そのため、微熱時は下熱薬の安易な投与は控えるべきであるとの意見も存在する。下熱鎮痛剤の一種であるロキソプロフェンは優位では、 ないものの炎症を抑え、平均で風の治癒を1日遅らせる。ただし、体温の上昇が極端に激しい場合は例外であり、危険回避のために下熱鎮痛剤を使用することは正しい。また、症には体温調節中枢による体温調節機能の発達が未熟であり、高体温となりやすい。乳幼児の場合は体温の上昇は熱性痙攣の危険性があるため、 大人以上に注意を払う必要がある。有効性の調査アメリカ教部医学会による2017年のシステマティックレビューは風邪の咳を緩和する治療を調査し、蜂蜜では1歳以上の場合に有効性を示す。複数の研究があり、アエントローチでは有効とする弱い証拠があり、抗ヒースタミン薬や鎮痛薬、塩節では効果を裏付けるデータはなかったため、咳のためには 市販薬は推奨できないとした。BMJ に掲載された2018年の調査は、システマティックレビューを探索し、充血除去薬は、効果が小さいが微症状に有効性があるとした。第二世代抗ヒスタミン薬では、効果なしか不明で、微症状に効果が確認されているのは、第一世代抗ヒスタミン薬である。特に充血除去薬と下熱鎮痛薬を併用した場合、 副作用の可能性があり、不眠、眠気、頭痛、胃腸症状が起こり得る。よく知られていない副作用では、重血除去薬の長期使用が薬物性鼻炎を起こすことがあり、薬によって安全な使用期間は異なるが、最大3から7日が推奨される。錠剤とビスプレイのどちらが効果的かを示す研究は見つからない。エキナセア、ビタミン C、アエンロズンジ、 露前時は、鼻の症状に、効果はない。2014年のシステマティックレビューでは、抗ヒスタミン単独では意味のある恩恵はなく、充血除去薬では、大人で、小さな利益であり、充血除去薬との併用では、大人では有益であり、抗生物質では、利益はないが、有害事象を増加させていた。2013年の国乱によるシステマティックレビューでは、治療のためのビタミン C では、 結果が一貫していなかった。ビタミン C1000mg と亜鉛 10mg の併用では、2つのランダム化比較試験の合計94人から、症状緩和のために、偽薬より有効であった。2018年の旧研究のメタアナリシスは、両方のグループで発症前からビタミン C を服用しており、風邪の発症後に日に1から6ムをさらに追加して服用したグループでは、 平均10時間の風邪の期間の短縮が見られた。加湿器についての2018年の国蘭のレビューは、研究は少なく限られた結果からは、利益も害もないとした。民間療法薬の種類、アメリカ家庭医学会ガイドラインでは、4歳以下の児童に対しては、OTC 風邪薬を用いてはならないとしているまた、ロープは、児童の風邪に対し以下の介入は効果を示さないとしている。 児童の風邪に対して効果を示さない治療 BMJ に掲載された2018年の調査はシステマティックレビューを探索し子供で効果を確認したものはなく注意を要する6歳未満には推奨できない風邪に対する民間療法には様々なものがあり中には相矛盾するものもある一般的には 免疫活動を活発化させると良いと考えられているが必ずしもそれにつながらないものもある。風の語源は定かではない。俳句では冬の季語として扱われる。ありがとうございます。